はい、どうもこんにちは、タヨンウタです。今日もドラゴンズドグマ実況プレイの方をやっていきたいと思います。前回はですね、謎のスフィンクスというやつから逃れてきて、まあ、とりあえず本来の目的地であった、メインクエストの方を進めていきたいと思います。で、まずはですね、メインクエストの前に、近くにある竜の礎を触ってからですね、行きたいと思います。それでは早速始めていきまーす。よし、行くよー。ん？ここになんかあるか？あ、これさっきのやつか。じゃあこれ猿みたいなやつ。ん？あれ鹿か。鹿も。あ、鹿はここら辺にいるんだね。ごめんね。鹿の素材とか。うん。ここら辺はやっぱ敵も強くなってますね。レベル18とか。多分レベル上げしなかったら倒せてませんね。ん？狼の声がするぞ。これまたあの気持ち悪いやつ出てくんじゃないだろうな。怖いなぁ。あんま入んない方がいいよ。よし。アイテムは回収して。あ、かわいいね。つか、でかくね？うん、まあいいや。やっぱね、かわいい動物はいじめちゃダメですよ。うん。ここの拠点の礎ってこんなにさっぱりしてるとこなんだ。マイ拠点。今はマイ拠点にしときたいよね。ポーン橋もいいんだけど、どうですか。ブリア海岸も、捨てがたいんだけどな。ポーン橋。ちょっと待て。ポーン橋には転移できるのか。つか最初からポーン橋に来ればよかったんだよ。最初からポーン橋に来いって話ですよね。ミスったわ、普通に。うん、ポーン橋があるからいいかな。マイ拠点ではなくても。あ。ここなんかあれですね。街がありますね。リンウッドの街ってのはあそこなのかな。ちょっと街の方に行ってみますかね。あ、ここがリンウッドなんですね。ハロー。あー、ストロングハチェットとかここら辺でもらえるのか。メインクエスト、森の中の少女をクリア。あー、なるほどね。ほう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 。あ、ここはリンウッドの、組合。なんて読むんだ。白地下亭？ほー、なるほどね。こんなとこなんですね。ハロー。いー、たっけー。無理です。無理です。私そんなにお金持ってません。スケルトン。ほう。ほう。ブラウンウッド。小さな牙。
スティングフォレストゴブリン。あー、なるほどなるほど。あ、これレベル3でも受けられるから、今実はですね、あの裏で弓の方、まあハンターの方育ててまして、まあレベル7まで来たんですけど、まあそれ育てるのに使いましょうかね。ほうほうほう。あー、いっぱいありますね。はあはあはあ。まあ、もらっときましょう。はい、よっと。で、2階は？あー、これね、やっぱ使えないんだよね。ん？こいつは？あー、まだね。なるほどね。いやー、お金が足りないですね。今、2146ゴールドしかないんですね。これ、お金とかね、どうやったら貯められるんでしょうね。とりあえず、今までは、その敵倒したりとか、サイクロプス。ああ、周回して、まあ、それのお金で写真してたんですけど、強い武器を、まあ、揃えようとなると、まあ、強い素材が必要なわけで、で、早くその素材欲しいなって思ったら、やっぱバザーで買ったりとか、するわけなんですけど、やっぱバザーで買うと、まあ、お金もかかるし、で、なおかつですね、やっぱアイテム制作時にもですね、強い武器になればなるほど、まあ、かなりのお金が消費されます。なので、やっぱお金は大事ですね。まあ、どの世界でも。うん。はい、お邪魔しました。回復薬は足りるかな。とりあえずは、そのメインクエストの方で、まあ、進めていくと。あ、狼ですね。この辺の敵はね、多分なんてことないはず。いやー、最近ですね、モンパレ、どこでもモンパレ、の方もやってはいるんですけどね、なかなか、どうしても、ドラゴンズドグマが楽しすぎまして、どうしてもこっちに時間を割いてしまっているというのがちょっと現状でして、まあね、ですね、楽しみに待っている方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、申し訳ないです。こちらも早めに、動画の方アップしたいと思います。まあ、やめたわけじゃないんでね。おお。なかなかいい弓打つね。やっぱね、普通にこういうところにある素材でも結構高値がついてるものってあるんですよね。やっぱバザーとかでも、硬質木材とか。でも多分こういうところにあるのかな。結構高いんですよね、買おうとすると。ただ、やっぱ武器を作ったりとか防具作るにはそういうものが必要になってきまして、やっぱ自分でもね、そういうの取れるようになってバザーで売りたいなぁとは思ってるんですけど、まだ多分自分には早いんでしょうね。お、木だ。なんかすごい木材取れろ。
取れた。これ結構使うんですよね。こういう木とかね、こういうクラフトアイテムも結構大事なんで。ん？こっちにもなんかあるぞ。しかもついでにこのメインクエストも近い。お、いいね。ブラウンウッド。よし。お、宝箱。もちろんと。こっちは？お、木ですね。ブラウンウッドですね。で、この3っていうところが、目的であった場所ですね。あ、ゲルトとかいますね。これに触ってみましょう。おや？こんなところで奇遇だな。いや？やっぱね、装備だけは結構いい感じですよね。こっちまで布とかですからね。うん。え？この辺りにいない？っていうか、なんだろう。こんなところに少女が来るって危なくないですか？本当に。トロール。いやー、これはなんかボス戦の予感ですね。今完全になんかトロールってね、大体どのゲーム、映画とかでもですね、まあ巨人なんですよね。いやー、怖いなー、ちょっと。ん？お、木ですね。ブラウッド。ほう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 。お、誰かいますね。悪影騎士団員。ああ、アイアンレッグズ。ああ、なるほどね。うん、どうしよっかな。まあ、受けといてもいいんですけど。まあ、うちを受けときますか。まあ、なんかね、ついでに、できたらいいなぐらいの。この洞窟の中に行くってこと？いやー、洞窟の中とかね、狭いしね。虫も多いんですよ。誰？依頼人の危機、指定のものを集める。まあなんかわかんないけど。幻の花を探す。まあいいや。まあ、ついでに取れたら、まあね、取ってきますよ。ああ、こういう系ね。これ明らかに何かいますよね。大概ああいう単品のやつって、なんか戦ったら終了系とかいるんですよね。まだちょっとこの行き止まりの方、宝箱か。まあこれスタミナ回復はそこまで使わなくてもいいと思うんだけどな。いや、いるよ。ね。あれ倒す。
え、あれどうなんだろう。あ、あれ強敵なの？厄介そうなやつですね。じゃあとりあえずこの上あこっち行けるんだ。あ、スピネルだ。暗いんで明るくしましょう。ほうほうほう。あいつと当たりたくねえな。うまくちょっと逃げながらとか避けながら行きましょう。すげえ落ちちゃったんだけど。すげえ落ちちゃったなぁ。お、新しい草。アンジェリカグリーンシード。おー、はいはい。この下に何かある？いや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 。あ、幻の花こんなとこにあった？いやー、ずいぶんとね。あー、なんかやばいとこ来た？これ。あれ、なんかもう、なんかすげえ目的地まで来ちゃったっけ？これ。あ、これ上か？もしかして。これなんだろう？水？ほうほうほう。まあ、素材はね。あー、なんかあそこにもなんかある。いや、これ死ぬね。完全に死ぬね、これは。あー、でもあそこも、まあ、いけるんでしょうね。まあ、落ちたところがあれだったのかな。まあ、せっかくここまで来ちゃったし、触っちゃいましょうか、これに。おー、来ましたよ。ん？いえ。あー、ちょっとメタボってるね。うん。うわ、なんか臭そう。うわー、なんか来てるし、なんか武器怖いし。なんか狼までいるし。あ、今の味方の攻撃もしかして。いいよ。こいつも頭にとりあえず。おお、いいね、いいね。いやー、痛い。痛いよ。
あー、そっち系ね。おお、なかなかいい攻撃持ってるね。なんかすごい、なんか紫芋みたいな。こいつ毒持ち？いや、毒持ちとか聞いてないですよ。そんなね。あ、すごい貫通矢だ。あー、毒ダメージ入ってますね。おー、いいね。おらおらおら。あれ、エリア外になってる。どんだけ場所離れてんだよこいつ。やばい、来た。やばい、怒った。いやー、さすがにスフィンクスつかこいつこいつスフィンクスよりレベル高いな、今見たら。いや、これやばいぞ。こいつレベル20だな。スフィンクスレベル18だったよね。とりあえずね、一回倒したいな。倒してたらひるませたい。よし、ポニョいいぞ、ポニョ。じゃあね、道具使うとか反則だろう。お、いいぞ、いいぞ、いいぞ。立つんじゃねえ。よし、よし、いいぞ。よし、よーし、結構減らせましたね。よしよし。また毒やってきやがった。た、あれ毒薬だっけ、解毒薬とか持ってたっけ。
あー、置いてきてる。痛いなあ。暴れる暴れる。よしよし。もう少しか。ああ。あ、宝箱。いやー、これは欲しいでしょう。みんなが戦ってる時にね、このインゴットを手に入れるっていうね。インゴット高かったんすよね。痛いし。いやでもこれで死んだらシャレになんないんで、マジで。復活力ね、回復させていくの忘れちゃったんで。危ない危ない。もうちょい。よし、いいぞ。お、来たか。まさかメリーフジョーはこいつに。ん？いや本当にちっちゃいな。いや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 、心配してきたんだぞ。森に呼ばれた気がしてふらりと出たらつい。いや、ダメでしょう。それに意味でもなんかすごい幻想的な場所ですね。なんか星みたいな天井が光ってますね。
なんだ、読み込みが長いな。いや、これで、なにこれ、どうすんの。いや、嘘だろ、マジで。今、このタイミングで切れたらどうなんの。てかさ、これさ、あれじゃない。確か、今日18時から、グリッテントリデーのテストをやってるんですけど、多分それでサーバーに負荷がかかって、多分読み込み、これかなり遅れてんじゃないかな。ねえ、これ多分ログインできなくなってんじゃね？もしかして。だってこれ全然読み込み、ほら。ざっけんなよ、マジで。いや、これおかしいでしょ、だって。いやー、これもうあれだよ。全然表示すらされないよ、これ。うわ、最悪だ。マジ最悪。てなわけですね。なんかもうサーバーに負荷かかりすぎて、多分もうログインがですね、できないかもしれないし、しかもムービーがもしかしたら途中で切れてるかもしれないんですよね。いやー、マジ残念だわ。てか、マジムカつくわ。てなわけですね。まあ今日時間結構長くなってしまったので、この辺で終わりたいと思います。どうしよっかな。もしかしたら動画2つに分けてるかもしれないし、1本そのまま出してるかもしれないです。それはできてからのお楽しみということで。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録、されてない方いましたら、右下の私のアイコンの方、クリックしていただけますと、チャンネル登録の方できますので、よろしくお願いします。それでは、またねー。